限定発売。緑ジンソーダカンユズの驚きの美味しさを体験せよ。緑ジンソーダが夏を変えるその理由とは仕事が終わった後、友達からのメッセージを見て私は驚きました。地域の店ではあまり見かけないけれど新商品が出たんだって。しかも期間限定だよと知らせてくれたのです。それを知った私は、 早速帰り道に近くのイオンに立ち寄ることにしました。心のどこかで見つからないかもしれないなと思いながらも希望を捨てずに店内を歩き回っているとなんとそこに彼がいました。柚子の爽やかな香りとともに限定版の緑人相打缶柚子絞りが目の前に現れたのです。その瞬間私は思わず笑顔になり手に取っていました。この新商品は サントリーが満を持して発売するもので、従来の緑人ソーダの爽やかさに加えて、柚子の香りと味わいが一層引き立つように作られています。日本の四季を感じさせる柚子のフレーバーは、特に夏の暑さを和らげるために絶妙です。この限定版の発売は、全国的に2024年6月18日から始まり、期間限定ということもあり、見逃せない一品となっています。 実際に購入して飲んでみると、その飲みやすさに驚きました。ジンの独特な風味とユズの爽やかさが見事に調和し、喉を通るたびに感じる生姜の辛味がアクセントとなって、一杯目から虜になってしまいました。特に食事と一緒に楽しむことで、その美味しさがさらに引き立つことに気づきました。例えば、焼き鳥や刺身、さらにはピザとも相性が良く、どんな料理にも合う万能さが魅力です。 この緑ジンソーダ缶ゆずしぼりの開発背景にはサントリーのジン緑 SUI ブランドの成長があります。2020年の発売開始当初からジンはカクテルに使われるお酒というイメージを刷新し自宅や居酒屋で気軽に楽しめるお酒としての新しい文化を作り出すことに成功しました。特に緑ジンソーダはその爽やかで飲みやすい味わいが多くの人々に支持され、 2023年には売り上げが約10倍にまで成長しました。これを機に、さらにファン層を広げるために、ファ素材の魅力を最大限に引き出した、緑人ンソー柚子ゆずりっが登場したのです。パッケージデザインもまた、一つの芸術作品と言えます。緑人ンソーの清踊りじしい佇まいをベースに、みずみずしいゆずのイラストが描かれており、その見た目だけで涼しさと美味しさを感じさせます。 缶を手に取るだけでまるで夏の風を感じるような気分にさせてくれるのです。このデザインには視覚からも楽しんでもらいたいというサントリーの思いが込められているのでしょう。飲みやすさと美味しさが両立したこの商品は私の日常にもすぐに溶け込みました。毎晩夕食後の一時にこの緑人ン打ー缶ゆずしりを楽しむことが私の日課となっています。特に暑い日には 冷えた缶を開ける瞬間のシュワッという音が心地よい涼しさをもたらしてくれます。友人を招いてのホームパーティーでもこのドリンクは大人げでみんながその爽やかさに感嘆しています。しかし、この新商品の登場には一つの疑問も浮かびます。期間限定ということはいつかは手に入らなくなる日が来るということです。この美味しさをもっと長く楽しみたいという気持ちと 限定版だからこその特別感が相まって複雑な心境になります。もしかしたらこの商品が定番化することはないのかという期待も膨らんでしまいます。また現代の飲料市場において健康志向が高まる中でこの緑人相打感、ゆず絞りはどのように受け入れられていくのかも興味深いところです。アルコール度数が5%という控えめな設定は 飲みやすさを重視する現代の消費者にとって好評ですが、一方で低アルコールやノンアルコール飲料の需要が増えている中で、どのような位置づけになるのか注目されます。さらに、サントリーがこの新商品を通じて、どのようなマーケティング戦略を展開していくのかも、興味深いです。特に SN、SNS やインフルエンサーを活用したプロモーションが予想されます。 実際に私もこの商品を購入したのは友人からのメッセージがきっかけでした。口コミの力がどれほど影響を及ぼすかを身をもって体感しました。サントリーがどのようにしてこの商品の魅力を広めていくのか、その手法にも注目していきたいと思います。緑人相だ感、ゆず絞りを楽しむ方法は無限に広がっています。例えば、バーベキューやピクニックなどのアウトドアイベントでは、 このドリンクが一層映えます。太陽の下で自然の中で飲む柚子の爽やかさは格別です。キャンプファイヤーを囲んで友人たちと語り合う時にこのドリンクをシェアするのも素敵なアイディアです。その爽やかな味わいは暑さを和らげリフレッシュさせてくれるでしょう。またホームパーティーでの一品としてもおすすめです。例えばテーマを日本の夏にして 和風の料理やデコレーションでパーティーを演出すると、このドリンクが一層際立ちます。おしゃれなグラスに注いで、氷を浮かべれば、見た目も楽しめます。友人たちに、これは期間限定なんだよ、と紹介すれば、話題性も抜群です。さらに、カクテルとしてアレンジするのも楽しいかもしれません。少しのフルーツやハーブを加えることで、自分だけの特別な一杯を作り出すことができます。 日常生活の中でも、ささやかな贅沢として楽しむことができます。例えば、仕事から帰ってきて、ほっと一息つきたい時に、この、緑人相打艦ゆず絞りを開けると、一日の疲れがすっと消えていくように感じられます。お気に入りの映画やドラマを見ながら、リラックスした時間を過ごすお供にぴったりです。また、読書のお供としても良いでしょう。 静かな夜、自分の時間に浸りながら、ゆっくりとこのドリンクを楽しむ贅沢は、忙しい日常の中での貴重なひとときです。そして、ギフトとしても素晴らしい選択肢です。特に、夏の季節にはちょっとしたお礼や贈り物として、この、緑人相だ感、ゆずしぼり、を贈ると、受け取った人は、その特別感に喜ぶことでしょう。パッケージの美しさも相まって、 送る側も受け取る側も笑顔になること間違いありません。このように私たちの生活の様々なシーンで、この新しいドリンクは新たな価値と楽しみを提供してくれます。期間限定という特別感もあり、今しか楽しめないという希少性が一層その魅力を引き立てます。あなたもこの夏の新しいお供として、緑ジンソーダ缶ゆずしぼりをぜひ試してみてください。 その爽やかさと美味しさにきっと心奪われることでしょう。最後に、この緑人相打感ゆず絞りは単なる飲み物以上の価値を持っています。それは日本の風土と文化を感じさせる一品であり、飲むことでその土地の豊かさや季節の移ろいを楽しむことができるのです。私たちの生活に新たな彩りを加えてくれるこの商品が、 どれだけ多くの人々に愛されていくのか、その未来を見守りたいと思います。あなたは、どのようなシチュエーションでこの、緑人相打感ゆず絞りを楽しみたいですか友人との集まりや、リラックスしたい一人の時間に、この爽やかなドリンクがどのように、あなたの生活を豊かにしてくれるのか、ぜひ試してみてください。きっと、新しい発見とともに、素晴らしい時間を過ごすことができるでしょう。